どうも、山上です。さあ、今日は若者の未来を救ってやろうかな、な、少年。ミナちゃんは占領通り近辺にいるみたいです。調査よろしくお願いします。占領通りだな、わかった。さあ、お前の彼女が何をしているのか調べてきてやろうかな、やろうかな。あ、どうしよう、カモジの修行一回受けてみてもいいか？そうしよう、そうしよう。うわ、結局、ミナちゃんのところには行かなそう、今日。まあいいか。まあいいか。ここか？よし。え、なんでだよ。んでで、避けろ、避けろ、避けろ。今はいい、今はいい、今はいい。キリさん、まずは1万円コースだ。心と金の準備はできてます？ああ。お、キリさん、金はバッチリだね。コンディションも良さげだね。呼び込みやってもいいか？頼むよ。あ、できるかな？絶対できない気がする。いいぜ。まあ、様子見よう。これは様子見だからな。保険かけとこう。そんなら1万円預かっておくだよ。んー、1万円の緊張感がすげえ。失いたくないから頑張るけどさ。はい、通行中の皆さん、毎度おなじみ、倒してみろやだ。今回は俺の弟子、キリュウさんが担当だ。挑戦には1回1万円、1分間に1回でもダウンさせられれば倍にしてお返しだ。さあ、寄ってらっしゃい。ダウンなぁ。スウェーで避け続ければいいんだろ？おう、ちょっと挑戦させてくれ。お待ちしてましただ。それじゃ、挑戦料をいただきますよ。この兄ちゃんをムカつく上司に見立てて殴り倒してやるぜ。スカッとできて、金までもらえるなんて最高だな。やってやるよ、酔っ払いが。はい。頑張ってください。じゃあ、ルールを確認してください。倒してみろやね。うん、うん、うん。制限時間は60秒。ダウンやノックアウトしてしまったら負け。客に攻撃を当ててしまっても負け。わかった。よし、頑張るぞ。一発で上がりたいな。キリさん、しっかりやるだよ。そんじゃ、レッツファイト。駐車場か。広いからいけんじゃないか。うわ、円作って。ああ、なるほどね。お、攻めは攻め。意外に狭くない。あ、やば、やば。えっと、待って待って。あ、やべえ、やべえ。あ、はいはいはい。集中していこう。1万円失うのはやばいな。来いよ。来いよ、やばい、いや、マジ。おい、一発でダウンなんだ。おい、お、一万円失った。ふざけてんじゃねえよ、自分。お、ムカつく、お前。スカッとしたぜ、ありがとうよ。ちょっと、ちょっとごめん、キリちゃん。ほんとごめん。大切な一万円が、ちょっと、修行今回むずくねっつうか、ラッシュの修行むずくない。キリさん、もうちょっと頑張ってください。本当に9秒と持たなかったよね。うわ、あの程度の相手、キリュウさんならスウェイで避ければ全然余裕ですぜ。うーん、タイミングが悪かったのか。わかってるよ。スウェイのやり方ならわかってるんだよ。連続スウェイ、そうか。連続すりゃいけんのか。ちょっともう一回、今日もう一回やろう。懲りずに頑張るだよ。懲りねえよ。ちょっともう、もう一回。もう一回、もう一回、もう一回やらせろ。さあ、客を呼べ、師匠、おら。またおめえか。またおめえだな。さっきもすっきりさせてもらったけど、まだ殴り足りねえ。殴らせろ。当たるかな、お前のパンチがよ。じゃあ、もう一回チャレンジだな。ルールを確認してください。わかってるよ。わかってる。60秒って割と長くない？ヒルさん、しっかりやるだよ。わかってるよ。そんじゃあ、レッツファイト。行くぞ、キリちゃん。次こそな、頑張るから、待ってな、待ってな。60秒、マジ投げよ。1分な、連続スウェーだ、連続スウェーだ。はいはいはい。はい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 。怒いよ、怒いよ、変な直野郎が。ういー、ほら。あ、まだまだ10秒しか経ってないっぽい。構えたらこうでしょ。ほら、バカが、先回りしてスウェーだ、ボケが。怒いよ、怒いよ、来てみろよ。ういー、ほら。いけるいけるいけるぞ、おい、まだ半分も経ってねえよ。いい、いい。お、避けんの一番苦手。お、もう殴りてこいつ。おい、けんじゃん、けんじゃん、余裕だ、バカ、バカ。おい、バカ。うれうれ、おら、危ねえ。あ、まだ、まだだよ、まだだよ。1万円かかってんだよ、まあ、お前もか。やばい、やばい、やばい。連続する、連続する。あ、早く、早く、もう、長い、1分長いって、バカ。やばい、やばい、ちょ、あ、頑張ろ、頑張ろ。いけるぞ、いけるぞ、キリちゃん、キリちゃん、キリちゃん。ナイス、ナイス、よくやつ、かっこいいぜ。ほら、うよいしょ、ほら、来いよ。あ、全然当たんねえな、バカ、誰が。あ、何が、上司の代わり殴るだ。来た。よし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 、やりゃできる。集中してやればできる子。どうだ、バカ。当たらねえ。兄ちゃん、避けるのうまいね。でも、ちょっと動いてすっきりしたぜ。ありがとうよ。まあ、役に立ってよかったよ。は
はい、お疲れ。はい、お疲れ様でした。残念でしたね。次回の挑戦、お待ちしてます。はい。お待ちしてます。あ、強くなったのか。これでなんか技を覚えられんのか。キリさん、お疲れ様でした。いやー、見事な逃げ切りでしたな。お客さんも大満足みたいでよかっただよ。どうにかなったぜ。すげえ緊張した。あれで満足してくれるってのも不思議なもんだな。次はもっとギリギリで避けてみるといいと思うだよ。ギリギリで避けるの成功すると気分もスッキリすると思うだよ。わかった。ギリギリで避けるか。オッケー。スワロースピリット。かっけえ。敵の攻撃に合わせて罰で回避することでヒートゲージが溜まる。ああ。かもじ。いいアドバイスだ。なんでちょっと上からなんだ、お前が。感謝するぜ。え？ひひひ。次も待ってますだよ。それからさっきの儲けだけど、挑戦料の1万円を折半で、桐生さんから預かった1万円は返すから1万5千円だよ。私2回挑戦して2万払ってるから、まあ、マイナス5千だな。マイナスだ。まあ、いいか。儲けは折半なのか。ちょっと不満そうだよ。営業料とアドバイス料だ。それぐらいいいっしょ。めちゃくちゃ不満。次は10万円だよ。待ってるだ。10万円か。マジかよ。おい。おい。ちょっとそうだよな。でも達成目録を100%にするには全部やんなきゃいけないんだろ。どこだっけ。占領通り。ここな。オッケー。あ、ごめんな。行くか。助けてやる。喧嘩っぽくねえ。喧嘩っぽ、まあいいよ。全然余裕だよ。やってやるからな。スウェーデン。どうだろう。え、でも、チンピラの、チンピラ、チンピラー、チンピラー、うわー、痛い、おれ、痛い、痛いな、おら、やってやるよ。稲垣って名前なんだ、いい名前。よし。よし、倒しちゃったぜ。行くか、まっすぐでいいんだよな。あれ？あれ？警察いるじゃん。ポリスマン、ポリスマン、え、前通って大丈夫かな？何もやましいことはないよね。行こうか。ちょっとそこのお兄さん。警官？なんだ？なんだ？職質？うわぁ、職務質問しかできない警官？え？ちょっと話聞いてもいいですか？職質しかできない警官？何？何もわかんないけど。ち、職質か。もう慣れてんだな、職質に。おい。お兄さん、お名前は？お仕事、何してる方？名前は桐生だ。今、急いでるんだが、そうだぞ。最近、この辺り、治安悪いですからね。一応、確認のために、桐生さんの持ち物とか見せてもらってもいいですか？職質されるかな、今。仇なんですけど、まあ、見えないか。治安と俺の持ち物とどう関係があるって言うんだよ。念のため、念のためですからね。なんだよ、頼み方が変態くさいな。持ち物見せてくれないですかね。もうめんどくさくなってきたな。素直に持ち物を見せた方が早そうだ。もう素直ね。見せてあげましょうか。わかったよ。見せりゃいいんだろ、見せりゃ。でも今武器とか持ってないし、大丈夫じゃない？本当にやましいことは何もない。あ、ボブからいろいろもらってるか。やば、やばいじゃん。見つかったら。何を渡そうか選べんだ。うぃー、回復系のもの渡しとく？え、身分証とかじゃなくていいんだね。モデルガン。モデルガン渡したらどうなるんだろう。いや、ダメでしょ。マスターボール。なんなんだ、これはってなるね。スタンガン、絶対ダメでしょ。絶対ダメでしょ。じゃあ、ポケットティッシュでいいか。身分証。キュウちゃん、保険証とかちゃんと持ってんのか？ヤクザって保険証どうなってんだろうね。病院かかれないのか？まあ、いっか、じゃあポケットティッシュで。いや、よかったね。いっぱい持っててよかったよ。はい。これでいいか？絶対ダメだろ。職質の何の意味もないな。これは、え？とっても安全ですね。だろうがよ。その他、怪しいものは持ってないみたいだし、お前もっとちゃんと見ろ。やましいことなど何もない。どの面で言ってんだ、キリュウちゃん。なるほど。ご協力ありがとうございました。あ、終わりか。ああ。まあいいってことよ。まったく、
お前ら警官はいつも権力を振りかざす。なんで説教が始まるんだよ。職質も一般市民の事情なんて考えもしないしつこさだ。いや。他の警官はそうかもしれませんが、本官は違いますよ。あ、そうなのか。本官はこれ以外にできないから仕方ないんです。職質しかできないってどういうこと？おい、給料泥棒。ん？どういうことだ？本官のことはいいじゃないですか。今は桐生さんの職務質問ですよ。お前の職務について一度改めて考えた方がいいんじゃないか。もっとやるべきことがあるだろうが。ん？全くわかんないな、こいつが。お前の名前から聞かせろ。でもおかしいな、桐生さん。絶対に何かすごいもの持ってそうな気配がビンビンしてたんだけどな。まあ鋭いね。鋭い目はお持ちのようじゃないか。今回はその才能も発揮できなかったようだな。してるな。まあ怪しいか、キリュウちゃん職質慣れてんね。いや、やっぱりキリュウさんは何かどえらいものを持っているはずだ。モデルガンとか渡した方が良かったのかな。あ、いいわけねえか。本館の第6巻がオシックスセンスがそう言っている。そんなこと言われても困るが、本官は職務質問のプロです。桐生さんが怪しい限りは職務質問を続けなければならないのです。させてください。え、じゃあ一回で済まして。え、またこれからも来んの？嫌だ。嫌だよね。普通に嫌でしょ。そんなこと言わずにお願いしますよ、桐生さん。桐生さん、ちょっとでいいから。ね。念のためだから。あ、何？しつこすぎる。わかったよ。もうキリュウちゃん優しいのね。あんたは本当に推しに弱い。だが少し話をする程度にしてくれよ。おお、ちょっと。こいつとなんかいろいろあんのか。本館、名前を菊池と申します。菊池か、よろしくな。ではまたよろしくお願いします。お、絆。絆が上がったぞ。ほう。へえ、菊池との絆。絆が芽生えました。芽生えたくはなかったけどな。まあ、警察と仲良くなって損はないか。ああ、絆ゲージを貯めることで、絆を深めることができます。へえ。ゲージの状況はポーズメニューの達成目録でも確認できます。積極的に職務質問しかできない警官、菊池と交流してみましょう。こいつと仲良くなったらなんかいいことあんのか？なあ、国家権力を振りかざして私を守ってくれたりするか？まあ、いっか。もういいや。今日はいいよ。じゃあ、こっちにたっちゃんの彼女がいるのではなかろうかという。喧嘩か。おら、突っ込んでやる。いけ。あ、待って、壊し屋使いたい、壊し屋使いたい、壊し屋使いたい。この看板で壊し屋、こうでしょ、こうでしょ。おら、おーと、おーとやってんぜ、今おーとやってんぜ。おれ、はい、次は君だ。はい、いけ。ナイス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 。壊してやろうか、看板も、お前もな。おら、来いよ、おら、来いよ。もう武器ないのかな。武器がないとな。ちょっと怖いかもな。いける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 。いってやるよ。おら、なんで、つかませてもらおうかな。おら、壁ドン壁ドン。いったるよ、ナイス。さあ、あと一人のようだな。なんかな、武器ないか。武器ないならもうパンチでいいよ。もう拳でいってやるからな。おれ、おれ、オッケー。さてと、ミナちゃんだったかな。ミナちゃん探してんだ、こっちは。人助けしてんの。どけどけどけ。ここら辺か。女子高生知りませんか。テレクラ。ちょっと、あ、いた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 。あの子だろう。え、話しかけていいのかな。いいのか。ん、お、あれは確かミナという子だったか。あの子の彼氏から彼女がどうやって金を稼いでるか調べてほしいと頼まれていたな。思い出したね。じゃあ、いいのか。話しかけちゃってもいいんですか。やあ、ミナちゃん、こんにちは。ちょっと話があるんだが。高圧的だね、キリュウちゃん。あ、はい、お客さん。お客さんですよね。客待ってたのか、やっぱり。何？お客さん？まさかこの子、本当に自分の体を売ってるのか。ミナちゃん、自分のこと大事にしないと。あれ、違いましたか。すいません、私に何か用ですか。いや、まだそうと決まったわけじゃない。そうよね。怪しまれないように返答して、この子が何をしているか確認しなければ、ミナちゃんの純真な心を信じよう。こういうの初めてでな。道を教えてくれ。いくらだ。なんだこれ。どれだろう。
客のふりしといた方がいいのか。キルちゃん本当に初めて、初めてだと信じるよ。待っていくらだ。まあ初めてでなでいいかわかんない。人間との会話ってむずいな。初めてでな、行こうか。大丈夫か。すまん、こういうの初めてでな、どうも勝手がわからん。いろいろと教えてくれないか。やっぱり初めてのお客さんだったんですか。道理でその慣れてなさそうだなって。キルちゃんのことバカにしないでよ。慣れてるよなこういうの。まあ慣れてても困るんだけど。そのすいません、最初はすごく恥ずかしいですよね。女子高生となんちゅう会話してんだ。よし、話を合わせることができたようだ。よかった。それにこの子の警戒心も少し解けた気がする。ほうほうほう。それじゃあ何が欲しいんですか。何？え？何とは？だから、え？上とか下とか。上下どっちがいいんですか。どっち、何選べんの。何？上と下。そんな驚くかな。まあ驚くか、聞いても何の想像もできない。まあいろいろ想像しちゃうけどな。え、上と下、もしかして上半身下半身のこと。ブラとかってこと。そういうことかな。上半身下半身、え、上と下、客の好みの方でサービスしてくれるということかもしれん。やはりこの子を売春してるのか。ちょっとやらしいな。今回やらしい展開になりそうだぞ。上と下どっちがいいですか。そんな可愛い顔してあんた。上中下、中中中。中って何？中。これ下着か。だとしたら中。中がなんか一番やらしくないか。中は中身をよこせみたいな。どうするキリちゃん。とりあえず下。とりあえず下ってなんだよ。いいか、下で行ってみるか。下を頼む。緊張すんな、二十歳、頑張れ。下、やっぱパンツですね。わかりました。じゃあチューって何なの。チューって何か。チューにすればよかったな、気になる。パンツ。だって下が欲しいって言いましたよね。下着を売ってる。体は売ってないのかな。言ったは言ったが、なぜ下着よ。訳がわからん。よかった、キルちゃんがそういうのを好む性癖じゃないことが分かって安心しました。勘違いしてたらすいません。私ブルセラなんですけど。聞いたことある。ブルマとセーラー服ってこと。ブルセラって実在したの。実在したの。なんかもう土のこと同じような類だと思ってた。なわけないか。ブルセラ、ブルセラ、使用済みのブルマとかセーラー服とか。はいはいはい、売ることをブルセラって言うんです。はあ、みなちゃん、あんた、私が売ってるのは下着ですけど。だから下着をね、大量に買ってたのか。なんでたっちゃんとのデートで仕入れるのよ、あんた、バカなの。使用済み下着を売っているのか。そんなもの誰が何に使うんだ。何も理解してねえな。キリュウちゃんって性欲とかあんのか。大丈夫か。ちょっと逆に心配になるわ、その純真な心が。何って、そんなの男の人がエッチなことに使うんじゃないですか。知りませんよそんなこと。なるほど。納得。お前は使用済みの下着に興奮する男を相手に商売してたってわけか。やめてやれ、言葉にするのはやめてやれよ。いけませんか。あなただってその変態の仲間じゃないですか。キリュウちゃんは違うっていうか、お前何なんだよ。そういう男をカモにして商売してたんじゃないのか。いや、逆ギレだ。俺はだな、下着を買う気がないならどっか行ってください。もうこれ以上変態とおしゃべりたくないです。何。変態呼ばわりされてる。お待ちなよ、みなちゃん。おい、みなちゃん、ふんじゃない、ふんじゃ。虫とはいい度胸だな。取り付く島もなくなってしまった。ここは大人として、ガツンと言ってやらないとな。二十歳が言ってやれよ。
虫とかは良くないバカ子供の喧嘩か。下着を売ってると胸を張って言えるか。変態で何が悪いか。これにしたい。これ変態で何が悪い。これでいい。ちょっと言ってみよう。変態で何が悪い。変態で何が悪い。そんな真面目な顔で言うなよ。笑っちゃうだろう。え？え？下着に興奮する男が変態だとしよう。だとしてもだ、そいつらがお前に何か迷惑をかけたのか。ああ、まあな、まあまあまあ、理屈は通ってんのか。はいはい。みなちゃん、そりゃびっくりするよな。ごめんな。人にはそれぞれ趣味趣向があるんだ。そいつらの楽しみを誰が否定できる。まあ迷惑かけなきゃいいか。いいのかな。いや、できないはず。間違えたかな。もうちょっとかっこいい説教のセリフがあったかもしれないな。変態だというだけで人を判断するもんじゃない。めっちゃ怒ってんじゃん。わかったか、みなちゃん。ああ、気まずい空気になってしまったか。どうやら熱く語りすぎてしまったようだな。相手が明らかに引いている。違う言葉でガツンと言ってやることにしよう。オッケーオッケー、ごめん。いや、これだろ。あ、虫とかは良くない。聞きたい聞きたいの。聞いていい、全部聞こう。虫とかは良くないぞ。虫じゃねえか、それも虫か。みなちゃん、相手が一生懸命喋ってるのに。それを待って、面白すぎる。意味わからん。一生懸命喋ってるのにそれを聞かないふりするのは失礼だ。幼稚園生に喋ってんのかこれ。無視されてる相手はとても傷つくんだ。お前はそれを分かっているのか。ずっと無視だ。変態とはもう喋りません。なんだと。いや、いかんいかん。たかが女子高生にムキになってどうする。そうね、冷静に怒ろう。それに無視する相手に無視するなと言っても逆効果な気もするな。もう一度違う言葉でガツンと言ってやることにしよう。分かった、真面目に行こう。下着を売ってると胸を張って言えるか。これだろ。お待たせ。お前は下着を売ってると人に胸を張って言えるか。え？ミナちゃん、今からすごくいいこと言うぞ。親や兄弟、友達や彼氏に胸を張って言えるのか。それはタッちゃんだったか。お前の彼氏心配してたぞ。いい彼氏だな、タッちゃん。どうしてタッちゃんのことを。実は俺はあいつに頼まれたんだ。自分の彼女が体を売ってるんじゃないか、調べてくれとね。タッちゃん、そんなこと。私体を売ったりしません。まあそれは安心したわ。そうだな、お前は体は売ってない。お前がしてるのはブルセラだったか。ブルセラな、覚えておこう。だが下着を売るのも体を売るのも自分の性を売ってるって点では変わらないと思うぞ。確かにいいこと言えんじゃん、キリュウちゃん。それともお前は私はブルセラやってますって自分の彼氏に胸を張って言えるのか。私だって。お、私だってこんなことしたくないよ。なんだ、訳ありだったのか。泣くな。さっきは取り乱してすいませんでした。いや、とんでもない。いや、俺も言い過ぎたかもしれん。いや、割と優しく言ったけどな。何か事情もありそうだしな。話してごらんよ、ミナちゃん。本当は私、ブルセラなんてやりたくないんです。どうした、お家がめっちゃ貧乏だったりすんのか。金のためか。そういう人もいます。でも、私は違います。お金じゃない、承認欲求。お金は確かにあったら嬉しいですけど、自分の下着売って稼いだお金で好きなもの買っても全然嬉しくない。まあそうだろうな。だろうな。私、幸子が怖いんです。何、誰、怖っ。誰だよ幸子って。この地域のブルセラを取り仕切ってる子です。そんなのいんの。ブルセラを取り仕切ってる。ええ。何してる？幸子は。
幸子は私たちを町のどこに立たせるか考えたり、お客さんとトラブルがあった時、対応してくれたりするんですけど、ブルセラの中にもなんかケツ持ちとかあんの。幸子。私たちは毎月、ブルセラで稼いだお金の一部を幸子に納めなきゃいけないんです。上納金的な。なんで？何？女子高生の間で何が起こってるんだ？そんな女がいるのか、その幸子ってのに、ブルセラを辞めたいと言えないのか、うん、無理です。彼女がいる限り、私たちは、ブルセラを辞められない。ブルセラの呪縛。ブルセラの呪縛ってなんだよ。あ、怖えんだ。そんな怖いんだな。この辺の女子高生はみんな幸子の仲間ですから、逆らったり辞めようとするとみんなからいじめられてしまいます、ちょっと。幸子を説教する必要がありそうだな。なるほどな。私もう自分の下着を売りたくなんかない。うー、そうか、ミナちゃんも悩んでいたわけか。困ったな、ミナの彼氏に報告するには随分と言いにくい内容だ。ミナ、幸子って女がどこにいるか知ってるか？知ってはいますけど、どうしてですか？俺はお前の彼女はブルセラしてたと彼氏に報告したくない。おお。だから、幸子にブルセラのあっせんまがいのことをやめろと説得してみようと思ってな、キリュウちゃんは。本当に責任感が強いのね。え？本当ですか？うまくいったら嬉しいですけど、あの幸子がそんな簡単に説得できるかどうか。やってみなきゃわからない。さあ、幸子の居場所を教えてくれ。幸子はホテル街近くで、ブルセラをしてると思います。桜崎学園？大崎？桜崎でいいのかな？桜崎学園の制服を着ている髪の長い子で、桜崎か。なんかめっちゃ偏見だけど、なんかお嬢様、女子校のお嬢様学校っぽくね。名前的にわからんけど。ホテル街近くの髪の長い子だな。桜崎学園の制服ってのはよく知らないが、ああ、よかった、キルちゃんが女子校の制服に詳しくなくてよかったわ。はあ、はあ、はあ。そうですよね。教えてくれ。桜崎の制服は襟は白色で、スカーフは青色、ああが特徴です。なるほど。幸子は時々カーディガンを羽織ってますけど、今日は羽織ってるかどうかはわかりません。オッケー。幸子。女子高生で斡旋業やってんのか。やるな。襟は白色で、スカーフは青色。カーディガンを羽織ってるかどうかはわからないが、髪の長い女だな。うん、すごい復唱してくれる。わかった、ありがとう。私、ブルセラのこと、誰にも相談できなくて辛かったんです。うん、よろしくお願いします。そっかそっか。オッケー、ミラちゃん。んじゃあ、タッちゃんの方に？いやー、ちょっと、サチコも怖くない？まあ、説教しに行くか。タッちゃんの前に、タッちゃんの前に幸子かな。やべ、うわ、見つかってない。まあ、幸子の方に向かうけど、今日はここで終わりにします。はい、ご視聴ありがとうございました。